船で止まったよね。うん。今おじさんに送ってもらいました、博多じゃあ福岡港ですね。着きました。今から出国手続きをしていきます。はい、今チケットを入手しました。今出国ゲートを抜けたので、今からビートルに乗船します。お、ビートルですね。早そう。本日の釜山の天候は曇り、最高気温は10度でございます。本船の船長は上無事釜山に着きました。初めて日本以外の土地ですね。結構寒いと思ってたんだけど、日本とそんなに変わらない。天気も雨降ってないんで、だいぶ歩きやすそうですね。今からコンビニでSIM カードを探しに行きます。コンビニ見つけたけど、他のお店が結構閉まってる。で、これなんで閉まってるかっていうと、ですね、今今日週休正月なんですよ。全然知らなくて、マジかよこの車怖え。休正月なんですよ。結構お店閉まってるんですよね。あ、セブンイレブンがありました。ちょっとSIMカードあるか聞いてみましょう。残念ながらセブンイレブンにはなかったですね、SIMカード。やっぱり韓国のコンビニにしかないみたいです。ただね、今ネット繋がってないんで、ちょっとね、覚えてないんですよ。なんていうコンビニだったのか。ちょっと致命的だな、これは。とりあえず、まあ、ちょっと歩いて探そうと思います。韓国に来て思ったのが、携帯会社が多いです。日本の5倍ぐらいはあったな。目の前に SK テレコムっていう韓国の通信会社があって、こっちにスクエアっていう別の会社があります。本当に多い、携帯会社。なのに SIM カードが見つからない。困った。Wi-Fi スポットを見つけて、地図で検索して、やっと見つけました。GS25。 ここに SIM カードがあるって話なんですけど、あるかな。扱ってるのはこのコンビニで間違いないんですが、取り扱いがないとのことでした。ちょっと他の GS25 探しな。てか電車の時間大丈夫かな、これ心配になってきた。하얀테두리랄까?
ちょっと大きな通りのですねところにあるちょっと大きな GS25 に英語の通じるお兄さんがいて、イージーSIMカードゲットしました。今からアクティベートします。しかしお腹空いたな。朝から何も食べてない。今旧正月でなんか出店とかがたくさんあるんで。違う、出店じゃない、売らないだ全然。すごい。とりあえず今からソウルに向かいます。今タクシーに乗りました。なかなか飛ばしますね。早い。無事 SIM カードもアクティベートできたので今からソウルに向かいます。にしても運転がね、すごい。もう時間も時間だったんでタクシーに飛び乗って釜山駅に到着しました。チケット買えるかどうかわからないんですけど、思ったほどの人いないんで買えそうな気もします。KTX ですね。これに乗ってから行きます。やっぱ人はそこそこいるね。この164番の電車、5時半発のやつでこう、ソウルまで行きます。どんどん人が降りてきますね。これが僕の乗る KTX ですね。17号車なんですけど、あ、日本の新幹線と違って全席指定らしいです。で今旧正月の時期と被ってるので全席埋まってるので立ち乗りっていうことだったんですが、途中で席を変わるんだったら席乗って座れるそうです。なので途中で席を変わります。晩ご飯を探して早めにホテルに行きましょう。ちょっと晩ご飯を探しに行こうと思ったんですが、探す元気がないので近くのコンビニで、なんかよくわかんないけど買ってみようか。これ一体何ですね。読めない。いくら治安がいいとはいえ、夜の海外はちょっと不気味ですね。だいぶ薄暗いところに来ましたけど、この辺なんですけど、ここですね。マルゲストハウス、ここに泊まります。はあ、やっと寝れる。